はい、皆さんこんにちは。またしても使いたかった武器を使用していきます。ゆっくり霊夢です。はい、マリサだぜ。お前その手に持ってるのアッシュリボルバーか。ふふ、よくぞ気がついてくれた。見よ、このハンドガンとは思えないカスタムを。タック30つけたんか。アッシュリボルバーといえばスナイパー。はい、そして弾は PS12B を使用していく。またお高い弾を。このためにたくさん用意したんや。バリバリ撃っていくぜ。で、運用する前に確認しておかないといけないことが。精度だよな。シングルアクションでも結構怪しいと聞いたので試し撃ちして確認しますぞい。では中心を狙ってっと。ハイズドン。あらららら、弾落ちすんごい。それに跳ね上がりがとんでもねえ。なるほどなるほど。これスナイプ向いてねえわ。リボルバーな。これ1発目外したら結構アウトかもね。2発目狙うのがかなりしんどいな。それでは皆さん、このリロードモーションと、空薬莢が地面に落ちる音をお楽しみください。はい、かっこいい。これがアッシュリボルバーを使う唯一にして最大のメリット。唯一っていうなや。お次はまあおそらく使うことはないだろう。ダブルアクションの精度を見ることに、数字の4を狙って撃ってみます。ハイズドン。どこ飛んでんねん。的に当たったぞ。あ、うん、さすがダブルアクション。画面内に飛んでいれば9大点ってところでしょうか。信頼度低く。で、2発目マジでどこ飛んだんだ。的には当たってないな。とまあこんな調子なのでシングルアクションで運用していきましょう。ダメだこや。最初に選んだマップはストリートオブタルコフ。激重マップなので PMC では行かなかったけど、最近少しだけ軽くなったのでたまに出勤しています。最適化が進んでるのかな。あと、このマップ普通に金作でも美味しいので好き。ガチムチがいることを除けばな。全マップ共通なんだけど。金に目がくらんだ亡者しかいねえ。自己紹介かな。さてと、地下駐車場から上がってどこ行こうかな。稼ぎが欲しいならレクサスかな。じゃあ行ってみるか。ここ激戦区だからマジで気をつけないとな。美味しいから PMC めっちゃ集まるもんな。でもパッと見いない今なんか。そんなとこなー。やっぱりいたな。覗き窓は変態。お腹を満たしましょう。ライ麦クルトンです。タルコフのライ麦クルトンって2種類あるよな。今食べてるのが普通のライ麦クルトン。もう片方がボロディンスキーファンのクルトンだね。クルトンを食べたついでにジュースも飲みます。はい、ビタジュースです。複数の果物とビタミンのミックスジュースらしいな。結構美味しそうではある。湧いた場所がまた地下駐車場なので神部屋あさってこ。ここ結構美味しいよな。武器パーツが美味しい。それに金庫もあるので貴重品もゲットできるし。ロレックスありがとう。外から足音してるな。多分スカブだと思うけど。このずぶとい銃声は。では地上に上がりますかね。おっと、またスカブちゃん。結構遠くにいるな。こういう時の倍率サイト。ハイオーク狙って。ハイズドン。よし、当たった当たった。この距離だと胸打ちになるのかな。弾が落下してると思うからそうだろうね。建設で銃声してるのでまたレクサス行こう。さっきやられた覗き窓には気をつけろよ。あの忌まわしき覗き窓、あそこだけは厳重注意でいかねば。お前そこだけ見て周りの警戒をおろそかにするなよ。さすがに二度目はないよね。え、かん、はい、そう。次は右か。いや、おもんな。あのマップはダメだ、よくない。スナイパーといえばやはりウッズ。君リボルバーなんだけど。ここでお茶を濁すしかねえ。せめて本音は隠そうね。やっぱりウッズって物資美味しいよな。隠しスタッシュ多いし、接敵もそこまでないし。はぁ、落ち着く。ちょっと遅いかもしれないけど、ウェポンハウスも寄っていこう。おっと、漁られてないやんけ。しかも高額パーツ落ちてるし。おっしゃ、ワッフルだ。フリマ売りで10万ちょいで売れるから当たり作だな。ちょっとお財布寂しくなってるからありがてえ。シフーマンもいないし、PMC もいないのでどうしよう。このままだと医療キャンプあさって帰宅だな。まあ今回は金稼ぎレイドでいいや。じゃあ医療キャンプに行きますか。パッと見は漁られてるかな。探すなら取りこぼしだね。あってもご飯は落ちてる。あら、アスカブちゃん寄ってきちゃった。ハイオーク狙って。結晶いただき。左からも足音してない。やべえ、こっちに来るなー。危ねえ、結構焦るわ。あんで固形燃料落ちてるんだけど、ありがてえ。探せばまだ漁られてないところありそうだな。ヤンベスカブちゃんわらわら寄ってきちゃった。痛すぎー。別のスカブにも撃たれてないか。一度身を隠して止血さえてくれ。あの横槍スカブめ絶対に許さんからな。やっぱりハンドガン一丁だから寄ってきちゃうのかな。かもしれないねー。念のためプロプタルぶっ刺しとこ。ビースカだった時が厄介だからな。で、後ろにスカブちゃんいるし、お前どこから来たんだよ。当たってるっぽいけどやれてないな。ってことはアーマーつけてるなあいつ。さて問題は医療キャンプ内のスカブちゃんよ。こちら側は漁られた後あるねー。スカブも見失ったな。ピースカちゃんで逃げたかもね。まあいいや、漁るところないんだったら私も帰りましょうかね。では脱出前に甘いものでも、角砂糖ボリボリしましょうか。このモーション見るとき思うけど、角砂糖綺麗に入ってていいよな。このボリボリ音結構癖になる。あと、角砂糖はそのまま食うもんじゃねえから。それはそう。お酒作りに必要なもんだから、タルコフだけにしておけよ。ではでは、帰宅でござるよ、ニンニン。変だな、スカブちゃん一人もいないんだけど。スカブバンカー付近ってうろついてるイメージあるよな。いないのなら、あさって次の場所行きますか。バンカーないからあさって行こう。さてと、何か落ちてないかな。危ねえ、PMC だな今の。腰打ち当たって助かったな。完全にいないもんだと思ってたわ。アラーも神様がいるではありませんか。もちろんもらっていきます。カバンのサイズも大きいのでこちらももらっていきましょう。トリトンも圧縮用にもらっていこうぜ。そうさせてもらおうかねー。お次は隠しスタッシュでも開けに行きます。なんでこんなところに BMG。 あ、じゃあ気がつけるかよ。まあこれが映し方クソがよ。言うと思った。あ、そうそう、 ZB バンカーの今包帯拾った場所、どうやら LEDX 側って話らしいです。寄ったら見てみるといいかもな。ウォーターフィルターだ、ラッキー。今高騰してるのでありがてー。
お、これはシュプーマンの銃声か？行ってみる価値あるぞ。タスクでシュプーマンキルあるので狙えるならやりてぇ。レッツラゴー。伐採場裏手までやってきました。まだどこにいそうなのかはわかりませんけど。うん？これサクスキの音か？ PMC？ それともボス集団の誰か？怖いので車線は切っておきましょうか。うん？なんかこっちから声がしたような。取り巻きか？いや待てよ、シュプーマンだぁ。はいここ、少しだけずれたかも。ならばもう一発、ハイオーク狙って。あの野郎避けやがった。まさか撃つタイミングでしゃがむとは。マッツーその車線はマジタイヤめていたいのは。おらー、む、無念なり。これはか、おっと、乾杯だな。シュプーマンの音がするー。月間バカスカ撃ってますなー。さてあの憎き野郎に横やりつっついてやるか。待ってろよシュプーマン。恐ろしい場所は少年資材置き場の前だな。これ建物内の中にいないか。うん、あれ BMC じゃね。撃ってるの SVDS じゃないな。あれやられたぞ。ってことはまだシュプーマン行ってる可能性ある。建物の側面にスカブだな。まずはそいつを処理しないと。横からスカブちゃんが来るので撃ちます。あれ、このスカブ取りますか。ヘッドセットつけてるから取りますかも。でか2発開けてなんでやれねえんだよ。はい3発目ちょっと。まずいまずい、硬すぎー。どうなってんねんマジで。腕に吸われた。平和なタルコフがしたいです。厳しいです。はい、命を大事にレイドにします。金がねえんだよ。 LEDX チャレンジでもしますか。包帯が多い印象。はい、ワセリンあたりです。消耗品はありがてえな。今回は伐採場やメテリウセックキャンプに行きます。まあこちらもこちらで危険地帯なんだけどね。遅いかなと思ったけど誰も来てないみたい。うっといっぱい落ちてるじゃないか。なかなかにうまいな。 LEDX チャレンジパッと見なさそう。ビタミン剤はプロピタルの交換品なので欲しい。あとはオブドルボスとウォッカか。まあ拾えるものとしては悪くはないかな。マヨは安いからいらねえ。ユーセックキャンプもあさったのでスカブバンカーに行きますか。こういうタルコフでいいんだよ。たまには平和なレイドも欲しいよな。おっと、追加のアッシュリボルバー手に入った。落とし気味だから補充は嬉しい。スカブちゃん発見。この距離ならまっすぐ飛ぶかな。ではよーく狙って。反動でかすぎて着弾確認できねえな。4倍にするとさらに見えねえよな。このリロードで撃った弾に撃沈打ち込まれてるの細かくて好き。スカブバンカーの時もそうだったけど、なんか漁られた後あるんだよな。でも砂糖は持っていかないんだね。今安かったりする。ゴミ漁りがええ感じにはかどるねえ。ゴルチェありがてえ。本日2度目のビタジュース。ウッズだと食料に困らなくていいよな。ワンチャンムーンシャイン出るんだけど見かけねえな。スカブバンカーで出ることはあるけどね。なんか落ちてないかな。おっと固形燃料だ、ラッキー。マス単価2万は超えるから美味しい。さてもう漁るところもないので帰宅しましょうか。ではではニンニン。ユーセックキャンプは気をしたのでダッシュで漁りに行きます。ユーセックキャンプ漁れたら儲けでかいからな。さてと何か落ちてないかな。ジュース類か。まあこれはもらっておこうか。あれ、待って奥を見てみろ。来たー。 LEDX と拳眼鏡が同時に落ちてるやないか。うますぎありがとうに聞いた。カバンはスカスカ、心はホクホク。ゆっくり霊夢で週に振り出しに戻るやん。お砂糖最近切らしてるから大量に欲しいな。そしたらウッズ周回がいいかな。なんか向こう側が怪しいんだよな。さっきからめっちゃ警戒してるもんな。音がしたようなしてないような。今季本当に音で場所が特定しにくくてしんどい。やっぱりいるよねー。当たったといけどこれでだな。まってこれインファイトは向こうが有利すぎる。それに被弾すると超人ブレるから余計に弾が当たらんな。まあそうなるよねー。これはしゃあない。一応2発撃って2回当たってるけど致命傷ではないな。ダメージ量からして腕に当たってるな。狙ってるのは頭だったからやっぱり弾落下してるな。と入っても戦闘中に頭1個上を狙うって器用なことできないし。ならどう打ちでアーマーぶっ壊して胸貫くのが正解か。アッシュリボルバー君強そうに見えて結構勝ち筋が見えない。背が強い武器だわ。うん、何やらスカブちゃんたちが騒いでいたんだけど、銃声しないってことは PMC 通り過ぎたかな。これユーセックキャンプ方向が怖いねー。とりあえずスカブバンカーまで進んでみますか。スカブちゃんが寄ってきちまったので撃ちます。止まってくれよー。ハイオーク狙って。ユーティフォー。しかし音がバカでかいな。存在感を見せつけていく。スカブバンカーまでクリア。コンデンスミルクとゴルチェ落ちてるな。いやー金欠にとってはどちらも美味しい物資。備蓄用水とお砂糖ありがとう。どちらも足りてないから嬉しい。さてとどんどん漁っていき、スカブの声いってマジで足音聞こえないって。これ音響の問題かヘッドセットの問題かどっちなんだ。ともかく何でもいいから前シーズンの聞こえ方に戻してほしい。音関係で本当に何度も事故ってるから。あのアンポンタンスカブちゃんどこ行ったんだ。打ち込んできたお礼をしないと。って目の前やないか。いつの間にそこにいたんだ。うー危ねえ。ユーセックキャンプに到着。 PMC 怖いな。もしかしたらいるかもしれない。気をつけて進まないと。あんで狙撃かな。これは狙える。はいここ、よっしゃ。背後から撃ち取ったり、キルを確認。むっふふふ、ラッキーだぜ。やっぱりテーブル上は取られてるよね。まあ今狙撃してた人が持ってるだろ。じゃあ去りに行く。待って、武器を構える音。ちょい左にいそうだな。うわー怖い。どこだ。あんで、マジであれだー。クソヘッショ狙ったのに当たってねー。猛攻がすげー。まっついくらいすぎた。あと1発で死んでまう。次の一撃にかけるしかねー。やれたか。はいー、なんとかなった。ギリギリでよかったわ。風止血止血っと。やっと落ち着ける。新手がやってきたー。今の状態では戦えないけど、今回復できる部位は何としてでも直さないと。テントで籠城するしかねー。腕一本とポンポンがやられてるけど治療する暇はねー。さあどこにいる。右側の方だと思うけどな。はいここ、これ当たったかわかんねーな。マジ
必勝当たっちまった。一応警戒は怠るな。多分いないと思うけど、ではまずこの人から。ええー、おいしいですー。アーマーはさすがに壊れてるな。ガチでうめえって。装備品はすべて回収でカバンももらっていくか。ありがたやありがたや。こちらの人はかなり軽装と思ったらレベルが低いので一人目に漁った人が引率やね。耐久値的にユーゼックアーマーのがいいかもな。お着替えしておきますか。ミラクル必勝で倒した人。あ、この人もうめえわ。SR25 回1発も撃たれなくてよかったな。最初の戦闘でアーマーが吹き飛んでたからね。本当に弾が当たってよかった。それでは荷物が重たいですが帰りましょうか。ムフムフフフフフ。おっしゃ煙あるからバンカーから帰れる。ちょ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 。え ?BMC? 何がどうなってるの?あっぶねえ。なんか肩押せたわ。鍵持ってなくて足音聞こえたから急いで出てきたのかな?可能性はあるな。マジで心臓壊れるかと思った。それじゃあ改めて帰りますか。私、鍵は持っていは?二人目?え?どういうこと?あまりにも謎すぎる。もぐもぐ、タルコフ飯コーナー。ここではタルコフで実際に食べた食料を実食しようって企画だぜ。みんな今日食べていた食料は覚えているかい?今日食べた食料たちは、この3種類だね。では左から順番に飲み食いしていこう。まずはライ麦クルトン。ライ麦のクルトンってスーパーじゃ見ないな。だからこれは作ることにした。ということでこちら、ライ麦パンを用意しました。思ったより黒っぽいな。ライ麦パンなんて初めて食べるな。どんな味するんだろう。なんか酸味があるって話だけどどうなんだろうな。原材料はライ麦と海塩と酵母のシンプルなものね。これを使ってクルトンを作っていきます。油がいい感じに温まったら、細かく切ったライ麦パンを投下。ちなみに試しに1切れだけ食べてみたのですが、ボソボソとして独特の風味があってちょっと口に合わないかな。なんか木の実を固めて作った味がした。食パンがいかに美味しいかここで知るんだ。では焦げつくぐらいまでいっていきます。それでは完成したものがこちらです。カリカリになるようにいったので焦げてます。さあ食べてみようぜ。それではいただきますぞい。カリカリになってるかな?うーん、お、美味しいです。まずかったらしい。口に入れた時の香りがなんか強くなってる。ふぅ、お腹いっぱいかな?まだ残ってるぞ。だってほとんど木の実みたいな味しかしないんだもん。残すのはもったいないのでお砂糖をまぶしてみます。甘くすれば食べれるでしょう。それではいただきます。あ、いける。何かトッピングあれば美味しいって感じか。お砂糖まぶしただけでもおやつとしては食える。これ蜂蜜かけて食べたら多分うまいと思う。まあ食パンもそもそも単品では食べないしな。やべえ、ボリボリいけるぞ。お砂糖かけたらベリーグッドです。トッピングは必須だなこれ。お次はビタジュース。お前市販のビタミンジュースで終わらせんなよ。甘いなあマリッサ君は。ミックスフルーツジュースだよこれ。まずフルーツジュースを作らないと。何する気だこいつ。はい、用意しましたフルーツジュースたちです。混ぜる気だな。6つのフルーツジュースに加えてこちらのビタミンジュースを追加します。圧倒的オレンジ。さあ腕が鳴るぜー。ではどんどんコップに注いでいきます。あんれ、うまく出てこないや。お前切り口二つ切れよ、出てくるわけねえだろ。ふふ、至高のフルーツジュースが出来上がります。絶対美味しい。さあこれでいいかな。最後にビタミンを投下。これで特製ビタジュースの完成です。とんでもねえ色になっちまった。なんか濁ってね。では早速いただきます。はぁ、色はともかく美味しい。すぐに飲み切ってしまった。もちろんこれはベリーグッドです。マジで美味しいから本当にバカだな。最後はお砂糖。まあ角砂糖だね。まさかバリバリムシャムシャ食べる気か。そんなことしたら地獄への片道切符なのでしません。ポリポリぐらい用意しました。角砂糖です。みんな大好きムーンシャインの材料ですよ。マジで作ったら捕まるからな。これ綺麗に積み上げてる時結構楽しかった。いいから早く食べろや。角砂糖ってよく見ると綺麗だよね。ではいただきます。こんなの言うまでもないでしょう。甘くて美味しい。マジでボリボリ食べてるやんけ。もちろんベリーグッドです。お砂糖大好き。食べ過ぎには注意な。それではランキング更新。飲み物部門でビタジュースが3位にランクイン。そんなにうまかったんか。それがなかなかいい味してたよ。食べ物部門は特に変更はなしで、タルコフ飯もあとちょっと。最後までお楽しみに。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やメンバーシップ加入高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん良いタルコフライフを。またね。